アンジェロ・テイラー、アンジェロ・テイラー、アンジェロ・テイラー、1978年12月29日体は、アメリカ合衆国の陸上競技選手、短距離、障害、400メートルハードルにおいて、2000年、シドニーオリンピック、北京オリンピックの2大会で、金メダルを獲得した。現在のコーチは、ロサンゼルスオリンピック、1984年、銅メダリストのイノセント・エグブニケ、 1978年、ジョージア州アルバニー生まれ、ジョージア工科大学を卒業。両親はアスリートだった影響もあり、陸上は高校に進学してから本格的に始める。高校2年の時には、ジョージア州大会の300メートルハードル、3段飛べ、4400メートルリレーで優勝を果たす。高校時代に全種目を経験し、 最終的に選んだのが400メートルハードルだった。1996年、全米ジュニア選手権の400メートルハードルを制して、世界ジュニア選手権米国代表に選出されると、本番では50秒18の自己ベストで、銅メダルを獲得した。1998年6月、19歳で出場した全米選手権の400メートルハードルで47秒。 90をマークして2位に入る。もしも誕生が3日遅ければ、ジュニア選手初の47秒台となる、ジュニア世界記録だった。1999年、400メートルハードルで、若干20歳ながら世界陸上米国代表に選出されるが、本番の予選で3着まで、予選通過という勘違いのため落選、実際は2着まで。 4400メートルリレーでは3層を務め、金メダル獲得に貢献。2000年、400メートルハードルで全米選手権で優勝し、2000年、シドニーオリンピックでも1レーンという不利な条件の中、47秒50の好タイムで優勝を果たす。2001年、エドモントンで開催された。 世界陸上選手権にも400メートルハードルに出場するが、準決勝4着で敗退。リレーでは優勝する。ただし、4400メートルリレーに関しては、メンバーのアントニオ・ペティグルーにドーピング仕様が判明したため2008年8月に失格となり、1999年世界陸上と2001年世界陸上の金メダルが剥奪されている。2002年。 4 0 0ルハードルが不調ということもあり4 0 0ルに切り替え全米選手権4 0 0ルで2位に入る後にアルビン・ハリソンのドーピング違反で1位に繰り上がった2004年アテネオリンピックでは逸話に連覇を狙い4 0 0ルハードルに出場するが前年の世界選手権に続き準決勝で敗退する高校時代からハードルや 跳躍種目をやっていた影響もあり、レントゲン検査の結果、用客に多数の疲労骨折が見つかる。医者からはボルトを入れる手術を勧められるが、出術せずに治すことを選択した。しかし、小さい頃からの夢だったオリンピックの金メダル獲得を初出場で叶え、次の目標を探している時に怪我をして走れなくなって、しまった精神的ダメージは大きかった。2005年1月、 未成年と性交渉をしたことで逮捕される。保釈金を支払って釈放されるが、3年間の保護、観察処分を受けることになった。この事件の影響で大会への出場も禁止され、同年の全米選手権には出場できず、スポンサーだったスポーツメーカーからも契約を打ち切られた。2006年、前年に誕生した双子の養育費などを稼ぐため、親戚のつてで、 電気工事作業員の職に就いた。朝4時起床で5時から午後3時くらいまで仕事をし、その後は練習場のジョージア工科大学に向かい、練習時間が来るまで車の中で仮眠するという生活を送った。この生活は2007年6月の全米選手権400メートルで優勝してスポンサーと再契約するまで続い。なお、電気工事作業員時代には同僚に正体がバレて、 色々なことを根掘り葉掘り聞かれて嫌な気分になることもあったという。2007年大阪で開催された世界陸上選手権では従来の繊細なイメージを覆す単発、サングラスで登場しフラットの400メートルに出場。大会前に44秒05の好タイムをマークしていたため優勝候補筆頭のジェレミーをリナーとの一騎打ちが期待されたが 決勝では44秒32の3位に終わった。2008年6月、全米選手権には400メートルと400メートルハードルの2種目にエントリーした。報道陣からは400メートルハードルで代表を逃した時の保険という声もあったが、本人は本気で、両種目でのオリンピック代表入りを目指し、400メートルハードルで3位に入り代表を決めたにもかかわらず、 その7分後に行われた400メートルにも出場した。しかし、さすがに疲れもあって250メートル付近で突然、うずくまって棄権し、係員に抱きかかえられて400メートルハードルの表彰式に連れて行かれた。2008年8月、北京オリンピックでは、400メートルハードルで8年ぶりに自己記録を更新する47秒25の好タイムで優勝。 4400メートルリレーも制し、この大会2冠に輝いた。2009年の世界陸上選手権では400メートルハードルで予選敗退したが、4400メートルリレーで金メダルを獲得した。2011年の世界陸上選手権では400メートルハードルで7位、4400メートルリレーで金メダルを獲得した。2012年のオリンピックでは400メートルハードルで5位。 4400メートルリレーで銀メダルを獲得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。